モンマテリアル、マテリアルの岡村です。映画のアイリです。カムイの日向です。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことでチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、はい、ついに9月入りました。9月2日でございます。はい、はい、そんな9月2日はどんな日なんでしょうか。はい、この日の日です、はい、今日は宝くじの日です。ほほほ、はい、くじね、くじですね、くじの語呂合わせから来ております。当選しても引き換えに来ず、時効となってしまう宝くじが多いことから、時効防止を PR することが目的で作られました。はい、ですね。で、まあ、外れ券の中からラッキーナンバーを選んで、商品を送る敗者復活、宝くじの日お楽しみ抽選を実施しているとなっております。だからね、今日あのラッキーナンバーが発表されて、それでね、外れたくじをね、それまた見てもらって。でもみんな大体外れたくじで捨てんのちゃう。だから捨てずに捨てたらあかんってことですね。会社復活もありますよってことだから、多分それもいっぱい捨ててる人も多いと思う。ねえ、ねえ、それもまた時効になるわけやね、ほんだら。それもね、時効になっちゃう。でもなんか何日までに引き換えてくださいって書いてあるのかな。そりゃそうやね。その日までにね、引き換えて。くじ、くじ買ったことあります？買ったことありますよ、もちろん。うん、もう今は全然買ってないです、はいはいはい。まあ、結構買ってました、ジャンボ宝くじ。あ、そうなんだ。あ、ジャンボだけですね。年末ジャンボ、年末ジャンボとか、サマージャンボとか、その大きいとこだけ、まあ、買ってましたけど、普通の100円のやつとかは、地方のね、宝くじは、あんま買ってないですね。私そんないっぱいは買わないけど、1枚買ったりとか、ね、うん、チョコ300円だけ使おうとかって、そういうのは、で、なんかありますけど、俺はね、買ってないのよ。買わない、自分では買ったことない。なんかうちの親父がなんか買いに行くぞとかっつって連れてかれたことは、多分ね、第4ビルの前のとこかな、大阪のね、梅田のね、一番出る言われてるとこね、はい、あそこに連れてかれた覚えはあるけど、小学生か中学生ぐらいの時、それ以来ないな。で、あと面白いのは、うちの奥さんの、お父さんと奥さんはくじ買うのが好きやったわ。確か最近は買ってるの見たことない。はい、はい、うん、そうですね、昔うちの親はもうずっと買ってた。だから頼まれて、親は第4名、第3名のとこに買いに行ってみたいなやってましたけど、最近買ってないですね。まあ、だからあれよね、なんていうんでしょうかね、そのほら名言があるやん、くじは買わないと当たらないんです。買わず、ね、買わなかったら、やらないやつは何もできないっていう ね、あの例えに使われるんですけどね、はい、ぜひこのくじの日を、はい、ね、きっかけに買う人は買ってください。はい、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 そして、はい、おさかべ五郎誕生祭です。祭りな、祭りな、バツやで、バツや。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, おさかべ五郎。Happy birthday to you。 ありがとうございます。65歳60、いや、まだ42になりました。何歳になったんですか。自分でわからないんですか。54やね、4やね、54歳、54歳ですね。ゴローまでもうすぐですね。あと2年、お前、お前、ね、あと2年でゴローみたいな、切られるか。ゴローの時はほんまゴロー祭やらない。ゴロー祭やりましょう。うん、ゴロー祭やりましょうね。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。もうね、一人必ず一回は必ずね、あの一年でお祝いされる日ですからね。はい、お父さんお母さんに感謝してください。はい、はい、はい、このひなの日以上です。はい、ありがとうございます。面白いな、これが一本に立ったっていうのが面白いな。はい、はいはいはい、ということで、この、プレゼンありかなしかなんですけども、はい、今日はですね、またしても、インタビューでございます、はい、インタビュービデオを見ていただくんですが、今日のご紹介するのがですね、あの映画「いずれあなたが知る話」という、
あの、まあ、変わったタイトルでもあるんですけど、これのダブル主演をされました、しかもあの脚本を、ね、担当されている小原紀子さん、そして、プロデューサーと主演を担当されている、大山宏さん、このお二人に、インタビューをさせていただきました。まあ、内容に関してはですね、まあ、とりあえず、まあ、あれですね、予告編と、インタビューを見ていただいてという感じで、お願いしたいなと思います。はい、それでは早速いきたいと思います。このプレゼンありかなしかスタート。はい、それでは、今日はですね、映画、いずれあなたが知る話のインタビューをさせていただきたいと思います。今日はですね、主演で、脚本も務められました小原紀子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、ダブル主演を務められまして、プロデューサーも担当されております、大山宏さんにもお越しいただきます。よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、大山宏です。よろしくお願いします。にんはい、お願いします。誰ですよね。実はですね、はい、東京公演が終わりまして、はい、地方上映が決まったんですよね、はい、で大阪の重曹のシアターセブンさんで上映が決まりまして、はい、まあ、重曹にちなんで、はい、推しの子の有馬かなさんの重曹ちゃんにかけて、私今、はい、重曹ちゃんのコスプレで PR させていただいております。重曹イントネーションがまだ分かってない。重曹ちゃんでやらせていただいて、重曹ちゃんということなんですね。はい、はい、お願いします。ということですね、サクッと処理させていただきまして、はい、お話を前に進めたいと思うんですが、しま、 しょう。まずですね、このお話がどんなお話なのか、はい、脚本担当されました小原さんの方からお願いいたします。はい、安子というシングルマザーがいまして、その安子の一人娘の綾がある日誘拐をされてしまいます。ただ安子はその綾を取り戻しに行くという選択をしなかったんですね。で、そのことを唯一知っている怪しい隣人イサオがいるという話です。はい、で、はい、隣人のイサオ、イサオでございます、はい、怪しいですね、確かにね。もうこれも怪しいし普段も怪しいですからね。すごいね、合わせてくるね。はいはいはい、すごいね、はい、そうなんです。もう普段から怪しいんで、はい、でも普段怪しいのは別に作品に合わせたわけでもなくて、普段怪しいのはナチュラルです。ナチュラルですね。でさらに作品のために怪しくしてます。なるほど、はい、なるほど、はい、持ってくれてます、はいはい、まあ、これがですね、はい、その怪しさのせいなのかどうかよくわからないんですけど、あの東京の、下北沢トリウッドで、はいはい、なんと3週間連続でほぼ満員。いや、すごい、ありがとうございます。すごいすごいんですよ、本当に。いやー、ありがたいですね、はい、はい、でこれがですね、そこまで行ったので、はい、ということで、まあ、配給さんがそうなんです、声がかかり、トリウッドで、はい、お名刺交換をして、ね、はい、はいはい、僕もよく知ってる配給さんだと思うんですけど、はい、はい、で、そして、なんと今回、まあ、地方というかね、他のね都市でも上映するということの第1弾がこのね、はい、大阪の重曹シアターセブンということなんですよね。重曹ちゃんです。シアターセブンです。お願いします。ということで気合が入ってるので、はい、重曹ちゃんという、はい、ことにしておきましょう。はい、っていうことにしておきましょう。でですね、はい、あのこれどういう経緯で、あのまずこの作品は作られたんだろうというのが、はい、まあ、一番僕見て思った感想なんですけど、はい、はい、まあ、大山くん
と役者なんですけど、はいはい、大山君と、はい、一緒に、まあ、役者同士で、一応ねすごいいろんな作品出てはるんですよ、はい、いやいやまあまあまあちょっといろいろはいちょこちょこですね、はい、でなんか役者同士でなんか映画やろうよみたいな話はなんかずっとしてたんですけど、はい、なんかやろうって、で大山君がポロッと自分の子供が誘拐されたのに迎えに行かない母親ってどう思うって言ったんですよ、うんうんうん、でうわそれめちゃめちゃ面白いじゃんって、ね、それって有罪か無罪かっていうね、ああまあそう最初それ言ってたね、そう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 、ただ私はもう有罪無罪なんてどっちでもよくて、うん、その母親がやりたいって思って、なるほどなるほど、それ私演じたいって思って、うん、で今まで趣味でしか脚本書いてなかったんですけど、うん、まあ、この機会にちょっとそこちゃんと挑戦してみたいなと思って初めて書いた作品なんですけ ど、うん、どでそれ見てもらったらあ面白いじゃんって言ってくれて、はい、じゃあここからいろいろあの仲間を集めて、はい、私たちがキャスティングをして、はいはい、スタッフィングもして、はい、作ろうということで作りました、はい、だからなんですよね、多分ねご自分がその役を演じたいと思われたから、はい、この作品ってもう本当に心情としてそう安子の心情それからそれを除いてる隣人の心情っていうそこしか実は描かれてなくて、はい、すごい ある意味分かりやすいんです、うん、ああなるほど、うん、それはで感覚として僕がずっと見てて思ったのは、はい、なんか覗き穴からずっと覗いてるみたいな感覚なんですよね。嬉しい、はい、だから別にほら覗き穴覗いてる時って説明ないじゃないですか、はい、だから勝手に覗いてるだけなんで、そうですよね、そうするとそこで誰かが入ってきて何か会話してるけど何の話か分からへんねんけど、うん、多分こういうことなんかなとか想像しながら見てるみたいな、うん、なんか私自身やっぱそういう映画がすごい好きで、はい、説明をしなくて見てる人が想像をかきたてられる映画が好きなので、その説明はもう本当にほとんど省いて省いて、なのでなんかその下北沢の時も結構もう見る人によって本当に感想が様々すぎてなんかその人だけのいずれがたくさんあるみたいな、それがすごいやっぱ嬉しかったですね。いろんな視点で見ることができる作品だと思うね。そう、いやだからカメラマンさんなのかまあどうかは分かんないですけどかなりその辺狙ってらっしゃるなと思います。そうですよね、そうなんですよね、だから結構なんかそうですね、はい、絵もすごい好きだったって言ってくださったりとかする方すごい多かったですね。だから今回のこの作品に関してはすごい、はい、メッセージが分かりやすいというか、メッセージっていうのがないんですよ、はい、ないっていうのがメッセージというか、はい、見てちょうだいっていうのがメッセージですね。いやもう本当におっしゃる通り、まあ、そうなんですよ。その伊佐夫的には一応メッセージがあります、うん、はいはいはい、まあ、一応ここではお話しいたしません、うんうん、後で日村さんとお話しします、はい、僕は的にはメッセージはあります。なんか私もその実際に映画が出来上がってから、うん、私ってなんか人のそれぞれの幸せを肯定したいんだなとか、そういうのは生まれてきて、まあ、メッセージとして偉そうに語ったりはしたんですけど、うん、でも実際やっぱ作る時はもう面白いもの作って面白いもの見てほしい、どう面白くないこの人たちっていう気持ちだったので、なんかそのなんかすごいこういうことを伝えたくてみたいな難しい感じじゃなくて、うん、そうですね、なんか気持ち悪いでもいいし、はい、このなんかこの人たち好きになれないでもいいし、うん、いや私じゃんでもいいし、うん、なんかそういう感想を直接いただけるっていうのがやっぱ嬉しいし、うん、そのために作ったなって思いますね。それですごくよくわかる、一番わかりやすいのがクライマックス手前ぐらいのところで、とある仕事部屋で、はい、主人公の安子と、はい、そこにいる、はい、同僚がね、はい、喧嘩始めるんですよ、はい、というか安子が怒り出すんですね。そうですね、はい、で多分それ同僚が言った言葉は、まあ、多分そっち側の立場に立つ人はいや何が悪いのっていうことなんですよね。そうなんですよ、でも安子にとっては一番触れてほしくない、はい、もう一番触れてほしくないところに触れられたので、はい、爆発するしかなかったっていう。いやそうなんです、しかもバン優香ちゃんがまたムカつく顔するんですよ普段はなんかこうはつらつ元気娘みたいな、ね、役多いんで、うん、結構それも含めてバンさんにとって珍しい役なんで、うん、ぜひそちらも含めて見ていただきたいですね。なかなかない役ですね。いい顔ね、はい、するのよね。これね、ほんでね、絶対僕スクリーンで見てほしいなと思うのは、うん、はい、僕のスクリーンで見てないんですね、まだ。え、もちろん見てくださりますよね。はい、見ますよ、もちろん。もちろん、もちろん。はい、お願いします。だから、ちっちゃい画面でしか見てないんで、はい、
実は細かい表情まで見えないんです。ぜひね。だからでっかいスクリーンで見た方が絶対面白い。確かにそれはそう。僕は没入感があると思ってて、うん、そこが売りだと思ってるんで、うん、もちろんスマホとかなんかで見ていただくのもいいんですけど、やっぱり映画館で見ていただく作品だなと僕は思ってるんで、はい、はいはい、ぜひ劇場でお願いしたいです。もう間違いなんか、はい、なんかね、最近は やたらとサブスクで、はい、なんかね、どうせ後で出てくるんでしょ、はい、とかって言いながら来ない人たちっているんですけど、はい、絶対この作品はね、はい、映画館で見た方がいいので、はい、いや、本当そうですね、はい、もう何でもいいんですよ、きっかけ、さっきの僕にね、そうそうそう、はいはい、これでいるか分かんないですけどね、映画館、はい、私もいますんで、はい、はい、私たち、はい、はい、上映期間中いるので、はいはい、会いに来たいっていう理由でもいいから、はい、一緒に映画館を楽しむっていう体験はしてほしいですね。はい、そろそろお時間なのです、すいません、あっという間なので、はい、じゃあまずは、はい、大山さんから、はい、どうも、大山ひろしです、9月2日から9月16日大阪シアターセブンにて、いずれあなたが知る話上映いたします。お待ちしております。いきます、ワン、ツー、スリー、ファイヤー！帰ってきた。帰ってきた、あの人、自由。めっちゃ自由だな。はい、じゃあすいません、この後なんですけど、喋りにくいかもしれないですけど、小原さんから一言お願いいたします、はい、ご覧くださってありがとうございます。映画いずれあなたが知る話、下北沢でです、でもですね、本当にたくさんの方にもうリピートして見ていただきまして、足を運んでくださった皆様のおかげで重曹シアターセブンで上映することができました。本当にありがとうございます。9月2日からぜひね、映画館で直接お話ししたいので見に来て話しかけてください。待ってます、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、映画いずれあなたが知る話の主演と脚本担当されました小原典子さんと、もうさっさと出ていってしまったダブル主演の大山ひろしさんにですね、お話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、小原典子さんめっちゃ綺麗やろ。めっちゃ綺麗ですね。ね、あなた合ってるから、はい、直接見ました、はいはい、僕も実物、まあ、もちろんインタビューしてるんで見てるんですけど、うんうん、ね、僕不満が1個だけあるんですよ、うん、彼女ねカメラ写り悪いいやだからポスタービジュアルとか、うん、いや、まあ、あれはまあ一応役ですからね、役ですね、うん、役なんでなんですけど、彼女の綺麗さが伝わってないなと、もうちょっと本当にまあ、もともと実はグラビアアイドルやってらっしゃったんで、はい、まあ、もちろんナイスボディだったりとかするんですけども、めちゃめちゃお綺麗な方なので、はい、僕もこの綺麗さだけで見に行く価値があるなと、はい、シアターセブンに、確実にいらっしゃるみたいなんで、ぜひ会いに行ってあげていただきたい。もう大山ひろしはどっちでもいいですこれ多分今突っ込んでるはずなんで、画面に向かって突っ込んでるはずなんですけど、彼が、はい、はいはい、まあまあなかなかねユニークな作品なんですよ、うん、でだってねこれ、まあ、これが実はこれチラシなんです。名刺サイズのチラシなんです。でここに書いてあるのが、私の子供を探さないでくださいって書いてある、まあこれサブタイトルになってるんですけどね、うん、いずれあなたが知る話、私の子供を探さないでください、どういうことですかっていう話なんですよね。一生懸命シングルマザーで頑張ってるんだけど、なんか満足な生活をさせてあげられてないんじゃないかなってどっかで思っていて、でそれを解消するために風俗に行き、風俗から AV に行きみたいなことがあったりとかして、でその合間に誘拐されちゃってるんだけど、その誘拐された娘の姿を見たらめちゃめちゃ嬉しそうで楽しそうだから、取り返すのが逆に彼女の幸せじゃないんじゃないかなって思っちゃうっていうところから始まってるストーリーなんですよね。だからまあある意味現代を映してる部分でもありますし、それをね、僕がもう本当にファンになってしまった小原典子さんが演じているので、ぜひ大山ひろしさんはどっち、まあまあ見てあげてください、という感じですね、はい、でございます。はい、9月2日今日からですね、はい、シアターセブンで上映と舞台挨拶もございますので、ぜひ今日ですね駆けつけてあげていただきたいなと思います。はい、以上でございます、はいはい、では、よろしくお願いします、はい、
このプレゼンありかなしか判定。場所が良かったから、ね、丸だったそうです。いやいや、本当にですね、作品としても見応えのある作品なので、ぜひ映画館で、やっぱり映画館で見ないとダメですね。僕もだからできるだけ映画館というか駆けつけて一緒に皆さんと見たいなと思いますので、今日9月2日からシアターセブンでございますので、ぜひ、ご覧になってみてください。はい、ということで今日は、映画いずれあなたが知る話のダブル主演、小原のり子さんと、大山ひろしさんのインタビューでした。どうもありがとうございました。はい、続いてあゆみ。はい、次の情報です。はい、本日ですね、野本梢監督作品一気見上映です。はい、2日目となっておりまして、あとね3日間ございますので、ぜひぜひ皆様お越しください。今回はなんと6作品を一気に、見れます。はい、6作品なんですが、3作品に分けて、A 面 B 面としまして、上映させていただきます。各A 面 B 面で1500円プラスワンオーダー制となっております。両方見るよっていう方は500円引きになっておりますので、ぜひともね6作品一気にご覧いただきたいなと思いますので、お越しくださいませ。はい、そして次いきます。はい、はい、フレームごとはセレクション、おやおや、ショートムービーバージョンボリューム2です。はい、おやおやって言えない、おやおや、はい、はい、だって前ね、あったって思った人、うんうん、っていう、すぐにね、ボリューム2させていただくことになりましたので、うん、はい、ぜひお越しください。9月6日から10日までの5日間となっております、はい、はい、今回もね、新しい4つの短編映画が一気に見れますので、お越しください。はい、ぜひぜひお待ちしております。うん、こちら後ほど後でゆっくりと内容を見ていきますね。はい、はい、そして9月に入りましたカバの日が、ここ11日と25日の2回となっております。はい、第2第4月曜日はカバの日です。うん、はい、お時間が19時から開始となっておりまして、料金が1500円ですので、まだ見てない方はぜひお越しくださいませ。はい、今年の911は火曜日ですね。そうですね。なるほど。はい、911は月曜日です。あ、そうなんです。ごめん、月曜日です。はい、月曜日ですね。はい、はい、2日間ありますので、はい、ぜひお越しください。もう10月までなんで4回しかないんです。はい、お待ちしてます。はい、よろしくお願いします。はい、そして9月13から21日のロングで上映させていただきます。はい、ライフワークオブアキラ黒沢。いや、これはね、もうね、ミキメンタリー映画です。もう見ないといけないかなっていうので、映画ファンはね、うん、見たいやつですよね。そうですよね。映画ランのね、はい、舞台裏というか、ランを撮影している時の黒澤明監督周辺を、重点的に撮ったフィルムが出てきて、それを再編集したっていうことですね。はい、ぜひこの機会にね、ご覧いただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、そして、はい、9月22日と23日にトラベルハイムービージャムセルフ谷川県作品集ということで、2日間にかけまして谷川県監督のね、作品を一気に見れますので、短編集となってますので、一気にご覧くださいませ。ぜひぜひお越しください。お待ちしております。トラベルハイっていうのがね、下毛監督のね、レーベルというか、ブランドというかで、谷川県監督というのがね、そこのルールで作った作品の短編集ですね。はい、結構あれでしょ、確かに、48時間フィルムとかで、はい、ね、優勝されてたりとか、うん、はい、ね、カンヌで上映されたね、はい、やつとかも見れるみたいな、はい、ぜひ期待してきてください。はい、はい、料金の方が、一般の方が1800円となっています。で、当日が、2000円プラスオーダー制、両方ともワンオーダー制となっておりますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、はい、
そして9月24日が島本に私の友達ゴールデンアワーボリューム3です。はい、本家が来ました。はい、本家やってまいりますので、はい、ぜひ皆様お越しくださいませ。はい、ということで今年はこんな感じとなっております。はい、今年は野本さんとか出ていますけども、はい、それぞれアフタートークあ、はい、くれます。あ、はいはいはい。今日は野本さんとかしてくれます。うん、どうですか。どう、はい、うん。で、次の平野コレクションはその中の作品の監督が来てくれます。おお、はい、そうですか。平野天監督も来てくれます。うん。で、島本さんはもちろん当然ね、一緒に来られる。そうですよ、そして、はい、ああ、谷川健さんですか。そうなんや、はいはい、結構ロングでいるんだよ。そうなんです。なるほど、なるほど。そういうとこ。はいはい。ライブワークライブワークの松田清さんの河村監督も、はいはい、16、17、はい、なるほど。はい、その他楽しみです。はい、はい、はい、です。はい、です。はい、ありがとうございました。じゃあいきますよ、はい、今日のグッチョーイ。今日は須山琴葉セレクションショートムービーバージョンボリューム2です。はい、はい、うん、となってます。4作品ございまして、はい、うん、ヤヒド・トーマ監督のインザルーム、はい、はい、田島義明監督のお願いだから唱えてよ、オー・ホン監督のフェアベル東京、体験東京、体験東京という日本語で書いてあります。はい、それと鈴江隆之監督のリスケのこちら4本の上映となっております。はい、それぞれね、10分の作品であったり、30分、リスケは30分の作品であったり、インタビューも30分ですね。はい、ショーもね、撮ってたりとかしてて、はい、インタビューもね、ヤヒド・トーマさんも、はい、もうノミネートが出展されていまして、ピシューピシューの映画祭で特別上映企画入選とかされていたりとか、関東でね、活躍されている、うん、はい、監督さんたちが、はいはい、揃って、ボリューム1とね、またなんかボリューム1結構なんかお笑い系とかそういうなんかこうエンタメ系が多かったりとかしてたんですけど、うん、ボリューム2はなんかちょっと人間模様とか、うんうんうん、この王ホー監督 の、うん、あの再建東京、フェアウェイ東京とかもあのドキュメンタリー調、ドキュメンタリーになってたりとかして、コロナで新人が会社組に中国の会社さんで、うん、はい、まあ、リザルームうんうん、はいはいはい、インザルーム面白そうだなと思うのが、その同じ場所からずっと撮ってるんですよ。なるほど。何日も経ってる、一人で生活してる中のいろんな感情があったりとか、誰か呼んだりとかっていう、本当にそう同じ場所、いや同じこうベッドのベッドのソファーとかの前でずっと同じ角度で全部ずっと撮ってるものになったりとか、そういうなんかこう結構おしゃれな感じ、うん、ボリューム2の、うん、なんかこの4作品そうだなと思って、うんうん、はい、楽しみです、はい、あなたのボキャブラリーではおしゃれっていう、おしゃれです、なるほどね、はいはい、よくやる、はい、うん、はい、まあ、アートは感じて、そうですね、はい、アート、アートの感じはおしゃれなんですね、わ、ね、かりました、はい、はい、お願いしたら唱えて、まあ、ちょっとおめでとう、うんうんうん、あ、そうですね、はい、これは16分の作品、はい、だからどれもね、個性的な作品、そうですね、はい、この「お願いだから唱えて」の佐島監督が来てくれます、はい、来てくれます、おー、それ嬉しいですね、はい、初日と2日目だけなんですけども、はい、ね、うんうん、めっちゃ明るいコメントもらったんです、はいはい、やっほーから、もうあの流してると思います、あ、はい、流してる、いや、大山くんとタメ晴れそうですあ、そうですね、なんか分かるとなんか言ってる感じ、はい、お友達かもしれません、うん、かもしれません、東京市で、はい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 、はい、ということですね、はい、はい、ということで、広山琴葉セレクション、はい、ショートムービーバージョンボル2、はい、はい、ぜひ楽しみにしていきたいと思います、はい。
はい、ということで今日もグッズでした。はい、ということで、エンディングでございますが、はい、なんかね、俺すごいもう収録が久しぶりのような気がしてなんか俺今日ちょっと段取り飛びそうになったりとかしてるんですよ。本当に本当に、あの、いや、もう今日も頑張るぞってなんかね、やるぞって言いながら始めたんですけど、勢いで始めておいて、なんか自分がなんか、あ、俺なんかあれ、この、 あの一番最初のほら番組の紹介のやつとかちゃんと言えるかな、ドキドキしながらまあそんな感じで始まった9月なんですが、9月以降もまたね、マテリアルは目白押しでいろんな作品を紹介していく形になりますんで、どんどんマテリアルにも来ていただき、紹介した作品もね、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思いますけども、何かある？ぜひ今日野本監督いらっしゃいますので、はい、ぜひお越しくださいませ。ね、そうですね。野本監督、なかなかね、あの作品も見れないけど、うん、野本監督を見るのもなかなか見れないんでね。そうです、はいはい、今日は上映後に交流会もあります。はい、じゃあぜひぜひ皆さん、よろしくお願いします。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。誰